あらわっしょい風でーす。で前の動画でね、寒いちょっとあの遊園地の名前忘れちゃったんでここに書いておきます。はい、こちらです。こちらね、900バーツで遊園地に入れて、で乗り物は全部乗れるっていう、そういうところなんですけど、実はねこうやってプールもあって、でプールも同じ値段で1回900バーツ払えば入れるんですよ。ということでですね、今日はねこの遊園地のプールに行っていきたいと思います。お願いします。ガチで、はい、気持ちよすぎて本当にちょっとやばい、最高すぎるわ。ということでですね、今自分が入れるところは一応流れるプールなんですよ。だからみんなあの流れるんですけど、あのまあ流れないよね、誰も歩いてないからそんな。ということでですね、このプール実は何かがギネス記録らしいです。ウェーブプール、あの波のプールがギネス記録に載ってるみたいなことを言ってたような気がしたんで、あの波のプール聞きたいと思います。いえ、はい、ちなみにね、今ね首にかけてるこのタオルは、こうあのバケットリストっていう海外系 YouTuber の方とお会いしたんですよ、日本でね。そう、その時にこれ買ったやつなんですけど、いつかね海外系の YouTuber の方ともねもっとコラボできたらいいなと思ってるんだよね。でなんかいろんなこと知っていろいろ幅を広げたいなって思ってるんですけど、多分ね俺の YouTube を見てる人で海外系 YouTube を見てる人ってあんまりいないと思うから。で俺も YouTube やるようになって海外系のね YouTube 見るようになったんやけど、結構ねいろんな人がいろんなとこ行ってやってるんやけど、意外と前の動画の俺みたいに遊園地でバリ遊んでるとか、なんか紹介とかそんなしないけど遊んでるみたいなのを撮ってる人あんまいなくて、だからまあいいんじゃないかなと思います。ということで今日も遊ぼう。多分着いた波のプール、これのどこがギネス記録なん？はい、でもねなんかねなんつうのかな、まあ普通のプールやね。ただいまおそらくギネス記録の波のプールにいます。全然人がいない、見て、もうほぼプライベートプール、最高やね。今日ね平日なんよ。見た感じね、プールはねなんかタイ人ばっかかな、現地の人ばっかやね。まあ確かになんかタイに行って遊園地行こうってなってる人ってあんまいないと思うから、穴場っちゃ穴場やね。やっぱ大体なんか寺とかそういうとこに行くと思うんやけど、いやーでもやっぱ若いうちはこういうとこに来ないとやってられないでしょ。だから今日も楽しんでこうぜ。何なんだろう、波、あ波のプールって時間か。あれ1個思ったこと言っていい？波のない波のプールはつまらんね。はい、とりあえずねちょっとね歩き回ったらね、ウォータースライダーっていうのが2つあって、しかもそれが結構面白そうだからちょっと行こうかなと思ったんやけど、その前にねご飯食べようかなと思って、こちら、はい、これは多分ガパオライスです。なんかね今ねコロナの影響か平日の影響かわかんないんだけど、やってる店とやってない店がめっちゃあって、ここまあ来る人用なんだけど今の話は。ということで多分ガパオタイ料理いただきます。あ、うまっ、うまっ、だるっ。これね買って並んでる時に、前回の遊園地で一緒にジェットコースター乗った外国人のカップルがね、あのちょうど後ろにいてお話ししておりました。ちなみにここはね外国人結構少なくて、家族連れとか若い子たちとか小さいお子さんとかね、そういう子たちが来るような場所で、だからなんか子供専用のウォータースライダーみたいなのもあって、だから俺もいつか赤ちゃんできたら来ようかなと思います。もう生まれた瞬間にあのウォータースライダーバーンって放り投げて、で後から俺もケーンを追ってって、赤ちゃんがね溺れる前にこうやってスゲームとかでもしようかなと思います。やべ、みんな忘れてた、ごめん。乾杯。はい、ということで飯食い終わった。いやちょっと気持ちすぎるんだよね。おい、だからちょっと何やろうな、ちょっとウォータースライダーの前に一回ねタイ来た割には肌真っ白からちょっとやろうと思う、日暮れる前に。はい、はい、グー、ハウユー、はい、ということでちょっとチルりたいと思います。いや、Where are you from? Japan. Yeah.
You come back Thailand holiday? Yeah. How long? 1 month. 1 month? Yeah. You work here? Yeah. How many people you come back? Just me. Yeah. Yeah. You? Yeah. Only one? Yeah. はい、いやマジ気持ちよかった、やばかった。ということでちょっとウォータースライダーやってくるわ。いや今日ね、マジでね、今日ね雷雨の予定だったよね。いやガチ最高だわ、これやばいね。して今から乗るのがこちら、超すごい。じゃあ行ってきます。すぎない？俺行っていいよって言われてさ、行ったんよね。そしたらさ、あの最後の一番面白い場面でさ、女性の方がいたんやけど、あれはダメでしょ、危なかったよ。俺もう思いっきり頑張ってさ、頑張ってスピード緩めたけど、もう滑り台ぬるぬるさ、止まらんくて、もう頑張って、もうなんけどっちかかによけて、あんまり当たらなかったけどね、一回ちょっと心配してみたら、なんか私遅くてって言ってたね。いや楽しい。はい、ということでですね、俺はこの滑り台で一番楽しみだったやつ、ちょっと待って、荷物は大丈夫やね。あ、やべ、めっちゃ画角終わった。この直線スライダーです。いや、やろうか。でもこれを多分もし中学生とか見てるとするよ、中学生がこの夏プールとか行くと思うよね。そんな中学生に、23歳の自分がみんなにね伝授できるのは、直線スライダーが一番面白いから、もうプールとか行ったら直線スライダーをしに行った方がいいよ。ということで俺が今から行ってくるわ。あ、かゆっ。あのリアルハイクオリティすぎてさ、マジで危ないから、あんまり信用しないように行こう。フィリピンで俺スライダーやった時、マジあの頭打って死んだりしたよね。ガチで死ぬかと思ったから、東南アジアの時は東南アジアクオリティなんで、ガチ気をつけてください。ということで、ここが中ぐらいの直線スライダーで、こっちもう一個上に一番でっかいスライダーがあるよね。ちょっとね、何メートルか分かんないけど、見た感じマジで70メートルぐらいあるんじゃないかなっていうスライダー。だからちょっとそれを挑戦してみようと思います。さあ、OK、 オンリーです。 OK、 なんかカメラダメらしくて、でも一回だけいいよって言われたから、指定されたこの体勢で滑るから画角終わってるけど、え、ちょっと見えた。ガチおもろかった。
なんかカメラダメらしいんだよ。でもなんかね、カメラ腕から撮れないやにしてんだよねみたいに言ったら、一回だけやっていいよって言ってくれたからね。これ以上迷惑かけないために、二回目はやんないと、やんないでおきます。てかめっちゃ浮いたんやけど、あぶねー。はい、ということでね、さっきねウォータースライダーの、カメラ何も言われなかった方にもう一回行って、最後滑ってる画角だけね、みんなにお届けしてエンディング撮りたいと思います。もしかしたらね、こっちもダメなんかな。でも何も言われなかったよな。まあどうなるか分かんないけど、滑れたら行くわ。マジ大丈夫かな、このタイミングで行って。行きやろ、みんな。よいしょー。行ける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 。じゃあ、あの子たちに挨拶をして。うわぁ、大丈夫、風が大丈夫。うわぁ、風が大丈夫。うわぁ、風が大丈夫。うわぁ、皆さんどうだったでしょうか。簡易のプールは一応ね、ギリ2本立てみたいな感じ で過去にね、遊園地のエリアを遊んだ方もね、動画上がってるんで、ぜひ概要欄から見てください。やっぱね、タイはね、めっちゃ暑いからね、超いいわ。さらにね、動画どっちかで言ったかもしれんけど、こういうね、動画をね、上げる人ってなかなかいないと思うよね。だからこそね、タイの穴場みたいな感じで、カズライフを見てくれた人だけに教えられるようなことです。まあ一応ネットには載ってるんやけど。はい、こんな感じでね、エンディングにふさわしくないところでね、撮ってしまったんですけど、ぜひタイ来たらね、楽しんでってほしいし、行かなくてもカズライフを見てタイを感じてくれたらなと思います。ということでですね、今日ね、マッサージしてもらったよね、あの人に。で、あれはなんか中で雇ってると思うんやけど、まあそういう人たちで、まあやるやらないはめっちゃ自由なんだけど、ちなみにで言うと、1時間300バーツ俺が受けたのは1時間300バーツやったね。で、1時間300バーツで別室に行って全身マッサージっていうのもあるらしいんやけど、だから別室に行くのちょっとめんどくさいなと思って、その場でできるやつやったら1時間ずーっと足をマッサージされるやつやったよね。でもね、なんかああいうのってね、ちょっと怪しいなって思う気持ちがあると思うんやけど、めちゃくちゃ気持ちよくて超回復したんよ、足が。だからね、お子さんと一緒に行って子供たちが遊んでる時にお母さんたちがやったりだとか、そういうのも全然ありやなと思いました。なのでね、ぜひやってほしいんですけど、一つ言えるのはすごい上手かったんよ、超気持ちよかったんよ。それなりに結構プロというか、そういう人たちやって超良かったんやけど、1時間足マッサージは揉み返しくるね。TJ さんでーす。こんにちは、はじめまして。タイの女の子と遊ぶとかなるわけじゃないですか、はい、自分はゴリマッチョで行けばいいのか、それとも細マッチョで行けばいいのか、この動画を見て旅行前に筋トレをしてもらうかどうかを決めたいと思います。はい、やっぱりゴリマッチョ言うなぁ。じゃあ本日はボディ This one? OK!